はい、どうも、みへロジさんです。す、いません。えー、今日ライブ配信お休みしました。あの、体調悪くてですね。はい。で、えっ、ー、と、今日の株に関してなんですけども、ライズアップ、えー、もう何も動かしておりません。はい。えっ、ー、と、2200株、かける22円、えー、48400円のプラスでございました。はい。まあ。 えー、くも悪くも全部ぶっ込んだらですね、あの、やることなくて、あとは株価を見るだけというところでございます。はい。うんと、ライザアップを買った理由は、まあ、この前話したと思うんですけども、やっぱり、まあ、あ今、ほとんどの銘柄が、あのー、 変われすぎというか、だいぶこう、えー、バリバリいってる感じの中で、えー、ラスプサンプロ証券取引所っていうところで手垢のつきにくい、プラス、ええー、まあ、いろいろ、目標株価の引き上げであるとか、まあ、要因があって、まあ、その水準までは行くんだろうなと。で、今、掲示板の中では、なんかまあ、最終5桁行くでしょうとか、なんか1500円行くでしょうとか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、ポジティブな動きが多いのと、板を見てる感じではですね、まあ、上に行きたそうな感じしてるなっていうのは、まあ、見て取れると。 で、そこねもまあまあ知れてるなというところなので、しばらくホールドかなと思ってございます。はい。で、まあこれについてまた、ええー、まあ、なんか IR が、まあまあ、IR 結構出てるんですけども、まあ、なんかまたぶっ飛んだ時とかはですね、ええー、また、個別で連絡しようと思っております。はい。で、えっ、ー、と、まあ、おじさん別にライザップを、 偶然見つけたというわけじゃなくて、40銘柄ぐらい買ってたわけですよね。で、網張ってた中で、えー、ライザップが来てるということを察知して、えー、一気に全部売りまくって、で、ライザップに集中させたというところでございますので。 なんか、あおっしゃ、一点がいいやっていう形で一気に行ったってわけではないと。もうすやったら多分購入単価が288円で購入単価一番低いところあるんで、えー、その値段で買ってて今頃もっと儲かってるはずなんですよね。えー、なんですけどもそうじゃなかったと。 あいうところです。今現在499円で、えー、ニーサワークで買えたのが438円。まあも,もちろんもう470ぐらいが多分一番あ高いところなので、えっ、ー、と、まあ、まあまあ、もろもろ、ぎゅんぎゅんぎゅんとこう押し並べたら438なんですけども、まあそれで、えっ、ー、と、プラス14万、はい、でございますので、まあ借金分ですね、えー、追加で10万借りて、えー、買った分はですね、まあこれで返せるかなと。 いうところなんですけども、まあ、目標株価的には、まあえー、言うてる850円から900円は、まあ、よく言えば1000円、えー、ぐらいいけばですね、えー、まあ、借金も全部返せるし、というようなところでございます。はい。まあ、あ自分を追っかけるのは、あのー、イベントが全部終わって、で、えっ、ー、と、まあ、ある程度、その、ライザップさんの値、ね、動きが止まってきたところで、まあ、処分しようかな。また別の網を張って、えーこう 当たりそうなところ個人的に三井 E&S が、あのー、前からずっと目つけてた三菱、いや三菱系っていうか三井系か、えー、の会社で、まあ、500円くらいの時に買おうかなと思ってたやつがあるよ悪いというままにですね、1700まで行ったんで、もうちょっと追っかけるのは無理かなと思いながらも、でもそういう系のものを探しております。はい。 ってな感じで、ええー、まあそういうものをですね、えー、探しながらあー、まあごじょごじょ見ていくんですけども、当面は多分ライズアップかなと思っております。はい。まあ他にもいい銘柄多分あると思うんですけども、うん、ちょっとまあ投機的になって怖いとか、桜インターネットの話もなんかコメントで来てたんですけども、今から桜インターネットは絶対ちょっと無理だなと思ってるんで、はい。まあ、あの、騙し込めないっていうのもあるんですよ。6000円なんで。 はい。で、まあ少ないタ、少ない金額で溜まし込むってなったら、ほどほどのものってなったら、なかなか難しいなというところなんですけども。うん。まあ、個人的には、もっと住友価格がボロボロになってくれたら、そこで仕込んでっていうことも考えられるんですけども。まあ、いかんせん業績悪いですから、なかなか、ーん。なかなかですよね。難しいですね。ええー、というところでございまして。はい。まあ、株に関してはこんな感じでございます。以上です。